黄河流とは、大見国黄河に伝わっていた、忍術流派の総称。南東へ山を隔てた、伊賀国の伊賀流と並び、最も有名な忍術の一派として知られる。黄河流、伊賀流ともに、捨て系に関しては家宅の説が多く。信用できるものは、あまりない。黄河忍者と伊賀忍者の対立、対決を題材とした、多数の創作により形成されたイメージの影響も、 大きいが、民家で資料が発見されるなど、実像の研究も進み、少なくとも、江戸時代には、確実に存在したとされている。なお、高画流という名称の単一の流派は存在せず、あくまで黄河に伝わる複数の流派が合わさって、高画流と呼ばれているに過ぎない。黄河は、高画と読むが、黄河と誤った読み方をされることが多い。歌川国さだ。 今、現時期に絵合わせすま12現在の滋賀県甲賀市、湖南市にあった。普段は農業をしたり、行商をしたりして、各地の情報を探る一方、指令が下ると、戦場やその後方へ出向き、工作活動に励んだ。手妻に優れると評され、忍術の流派の中でも薬の扱いに長けており、その名残として、甲賀には、今も、製薬会社が多い。また、 女性の忍者が存在しなかったことでも有名である。室町時代から戦国時代中期にかけて、甲賀は六角市の参加に属しながらも、総を形成し、軍に関わるすべての案件を多数決によって決定、運営するなどしていた。これは、この時期では全国的に見ても極めて珍しいことであった。 黄河の地侍は自治を認められる代わりに、戦時は六角氏に協力しており、工述する針の陣での野衆などでの活躍から、甲賀衆が後世で言う忍者として認識あるいは起用されるようになった。平安時代に鈴鹿関が設けられ、東国への重要な関門である黄河には武士たちが土着した。古代大友氏の一族である友の宿根が甲賀豪長となり、 この地方の豪族として在任していた。その末裔が派生して武士化し、次第に甲賀武士が形成された。戦国時代の黄賀は少量種たちが同盟中という一族集団を形成していた。独立性が高く、黄賀には屋敷をドルや堀で囲んで外敵に備えた上官や城塞が180以上あった。口実するように六角士を助けて戦ったものの、 その支配は十分に及ばなかった。後に、織田信長が台頭してくるとそれら黄河の侍衆たちは甲賀軍を単位とした連合体を結成する。それが甲賀軍中層である。室町時代後期、観音寺城に本拠を構える大海佐々木六角氏が着々と力を蓄え、室町幕府の命令を軽視あるいは無視し始めたことから、長京元年に将軍、 足利義直がこれを正当するために軍を発し、六角勢との間に戦いが行われた。義直が諸国の大名を動員して、六角氏の本拠観音事情に迫ると、六角高よりは幕府軍との直接対決を避けて甲賀城に移動した。そこで義直は本人を、紅本軍に位置する針の安養寺へ移し、甲賀城を攻めて、これを落城させるのだが、脱出した。 六角高頼は、配下の甲賀武氏たちに命じ、山中でゲリラ戦を展開して、頑強に抵抗した。亀六の方という、高頼の考え出した戦法がある。敵が攻めてきたら、亀のごとく、甲賀山中に隠れ、敵が長陣に疲れ果てるのを待って、亀が手足を出すがごとく突然現れて攻撃する、ものである。その他、甲賀武氏たちは、 山中でその地の利を生かして様々な奇襲をかけ、また時には野印に乗じて、吉直の本人に迫って日焼け無理を放つなど、幕府軍を散々苦しめたという。そのためなかなか決着はつかず、長京三年には吉直が陣中に没したため、足掛け三年にわたった戦いは終結、六角氏は生き残った。そして、この戦いに参加した五十三家の地侍たちを、 黄賀五十三夜と呼び、さらに五十三夜の中で、六角氏より感情をもらい、重きを置かれた家を、黄賀二十一家と称される。以後、黄賀の侍衆は、六角氏と行動を共にした。六角義方が、観論事情の戦いで、織田信長に敗れると、黄賀へ逃れて信長と戦うことになったが、安川原の戦いで、黄賀の侍衆が加わった。 六角軍は信長に敗退した。その後も戦は続くが、やがて六角氏が没落すると甲賀は織田信長の支配下に入ることになる。信長の家臣の滝川一正は甲賀出身という説もある。本能寺の変の際は信長と共に撃たれた森乱丸の弟である森忠政とその母、妙向にを甲賀の侍衆の友野安が甲賀の治療でかくまった。 後に、友野氏は、森田田正の家臣となる。本能寺の変を知り、本国三河へ帰還した、徳川家康の伊賀越えでは、山口光弘が家康に同行していた、信長の家臣の長谷川周一の求めに応じ、実刑の太郎尾光正と共に、甲賀の侍衆などを率いて、家康一行の道中を警護した。伊賀越えの具体的な経路は、諸説あり。 甲賀を通過した距離が長いと推測する研究者もいる。三重大学教授の藤田達夫は伊賀越えというよりも甲賀越えだったとの見解を示している。甲賀対伊賀を宿敵同士に描くのは後世の創作である。史実において両地域は高位一国と呼ばれ、婚姻を含め住人の関係は密接だった。針の陣では伊賀州も甲賀州ともに、 六角高頼へ助成するなど同盟、連帯することが多かったが、相争った時期もある。天正13年、橋場秀吉によって、黄河の侍衆は改役処分となった。黄河は、秀吉の家臣、中村和二の支配下となる。これにより黄河の元侍衆たちは一部に、武士身分化したものもあったが、多くは平民となった。これによって、 豊臣の天下は確実なものになった。彼らのことを、黄賀古史と称する。江戸時代、忠雄氏が大漢世襲を許されるなど家康の伊賀声を助けた黄賀の武士が徴用された。一方、黄賀古史は漢文から元禄頃、江戸幕府へ武士身分の獲得を目指して、単元運動を行う。前日の甲五十三や甲二十一課の後も、書室は漢文2年に、 高加古氏が作成して幕府に提出したながら、恐れ磯城根城志向であり、江戸時代に入ってから作られた用語である。ながら、恐れ磯城根城志向などで、高加古氏たちは、彼らの先祖が徳川家康や幕府に仕えて貢献したとする由緒を主張し、これが、後世、高賀忍者のイメージの原型となる。この素願は幕府に認められず、百年余り素願は中断する。 この間に、従来の地域社会が変化して、本家と文家の主導権争いが起こり、完成期の素願にも反映される。完成期の単願では、自社奉行に忍術書1万科和集会を提出した。この行動が、江戸時代社会に、黄河忍者の存在を広く知らしめることになった。幕末になると、高河子志たちは、かつての栄光を取り戻すために、砂漠から倒幕へ転じ、 甲賀隊を結成して、正松宮秋人新郎の下で、母親戦争に参加する。甲賀古士としての誇りをかけて、訓練を重ね、庄内藩と戦った、関川の戦いでは、他の諸隊から称賛されるほど活躍した。甲賀古士のほとんどは、大政奉還後に平民としての身分に落ち着いたと、されている。重宝活動をしながら、山伏として守り札を売ったり、 副業として一万科和集会に記載のある推し薬やその他の薬を入り歩いたりしており医学や製薬などに詳しかった。1884年に廃札禁止令が出て本業ができなくなっては医薬に専念し配置売薬をするようになった。現在も高賀地方には医薬品やドリンク剤などの会社や工場が多く見られ薬学習館という施設もある。 秋内によって成功した一部の薬屋は全国に規模を拡大していったため、大見兄弟社や日清薬品工業株式会社など、現在の製薬会社の中には、甲賀忍者の末裔によって設立された企業が多く存在している。甲賀忍者について、甲賀武士の家計において先祖が忍術を使い運行を上げたとする後世の遺書などはあるが、当時の資料は少ない。一方で、 第二次世界大戦後に付け加えられたイメージが多く、存在さえ疑問視されることも多かった。しかし、2000年になり、江戸時代に、終わり藩に忍びとして仕えた甲賀5人組の一人が、表した、古文書、渡辺家文書が、民家で発見されるなど少なくとも、江戸時代には、確実に存在したと解釈されるようになった。2012年からは、三重大学や甲賀市などが連携して、 学術的研究を進めている。渡辺家の末裔は、甲賀忍術研究会で会長を務めたことがあり、渡辺家文書は、終わり班甲賀社関係資料として、甲賀市観光協会で入手できる。忍術屋敷の建造は、一見普通の農家だが、内部には縄場。甲賀市高南朝流法士2331番地に、甲賀53屋の筆頭閣であった。 もち出雲守の元六年間建築の急遽が、高賀流忍術屋敷として残る。滋賀県甲賀市高賀町沖に、1983年に開園した高賀の里忍術村があり、村内に一万川集会著者として知られる藤林康武の一族の家を移築した、からくり屋敷や高賀忍術博物館などの資料館が点在する。 甲賀流忍術屋敷甲賀の里忍術村、綿谷幸、山田忠史編集、武芸流派辞典新人物往来者、1969年、ABCDEFG、字を訪ねて1487、忍者たちのデビュー戦宣告の予将軍を、幼稚、北海道新聞日曜長官別釣り2020年2月16日、1から2面 ABCD、甲賀忍者、 幻から実在へ、死が、古文書発見で、光。京都新聞。h t t p コロンススララッッシシュュ w w w k y o t n p c o j p スラッシュトップスラッシュアーティクルスラッシュ2017-0403-00892017年4月3日閲覧。藤田 pp 22から24。歴史群像シリーズ71忍者と、 忍術闇に潜んだ異能者の巨頭、未130ページ、六角と甲が参照聖徳二年作成の甲下腰のこと、PP45 から46、藤田 PP24 から25、ABC、道物語、家康の伊賀声本当は、甲賀声だった忍者の末裔が唱える新説、朝日新聞土曜長官別釣り、 B2020 年6月13日2020年6月20日、閲覧藤田 PP25 から27、藤田 P44、みんなで忍者の携帯色であった、氷楼丸を作ってタイムスリップ、高菓子薬学習館高画流忍術、屋敷公式ホームページ、ありがとうございます。